はい、皆さんどうもこんにちは、ゆると申します。よろしくお願いいたします。今回もですね、スターデューバレーの方でね、遊んでいきたいと思います。もうそんなさ、まだ4日目だけどさ、全然にハマりつつある。あ、なんか1個増えてた今日。明日の天気予報、美しく晴れた一日になるでしょう。おや、新しい視聴者が来てくれたようです。お若い男性が、これはスターデューバレーからのようですね。なんでわかんの、怖っ。機嫌がいいみたい。やったー。でもちょっとなんだ。でもいい。自然と暮らそうの時間です。今日も皆さんにお得な情報をお届けしますよ。この番組はスターデューバレーの皆さんにお送りしてるよ。街の南西、川が海に流れ込むあたりには、野生の玉ねぎが自生してるんだ。時には育った玉ねぎを。あー、なんかそんなのあるんだ。けど、あんまり言いたくない。知ってる。それ、知ってる。なんか、全然、かなり、なんか知らないお得な情報が欲しかった。個人的な話で言うと。いや、こんなこと言いたくないよ。けど、まあ、情報がないよりは、なんか何卵ジオードを見つけました。鍛冶屋に砕いてもらいましょう。中に何かが入っているかもしれません。高橋さん。はぁ、何どういうこと？ジオードって何？初めて聞いたんだが。でも鍛冶屋さんに行ってくださいって書いてたもんね。いや、まあ別に行くのはさ、全然いいんだ。で、何？よくわかんなかった。結局何だったんだろう。まあ一旦これ回収しようよ、アイテムを。で、そう、こっちを入れたい。だからジオード後で持っていくから、結構増えたね、もの。これはいいんだ。で、ちょっと釣りがね、下手すぎたから、収納しよう。誠に申し訳ない。あー、危ない。ごめん。そんな予定じゃなかった。てかさ、これさ、場所変えたいんだけどさ、これはさ、場所変えられないの。持ち運びたい。それで言うと、なんか場所変えたい。こっちに、ごめん。こっちに、持ってくるのがめんどくさい。場所変えたい。これさ、場所って変えられないの。ちょっとわかる人いたら教えてほしい。これさ、ダメなの。場所を変えたいんだが、しかし遠すぎる。家に置きたい。楽じゃん。厳密に言うとこうさ、家の前に置きたい。この辺わかる？この辺に置きたいな。無理なのかな。ちょっとめんどくせえなって気持ちは勝っている。こっちまで行くのに。別に大丈夫っちゃ大丈夫だけど、まあ近い方がいいじゃん、絶対的に。しかもさ、持ち運べるんだったらさ、持ち運んでさ、あれじゃない、厚盛りのさ、物置みたいにした方がよくね？そっちの方が絶対楽だって。こう下のさ、石あるじゃん。これが毎回キノコに見えるんだよね。ちょっとぽくね？てかいっぱいあるね。すげえな。うわ、種さ、こんなに必要だったんだ。知らなかった。うわぁ、今までさ、取ってきたさ、野生のなんか動物じゃねえや。植物さ、置いといた方がよかったかな。悩むなぁ。いや、でもさ、あれなんだよな。アイテムをやっぱりな、置ける個数も決まってるし、持っていける個数も決まってっからな。どうしようかな。何が一番いいんだろうね。悩むな。なんかこれっていうのがあったらさ、なんかそれにしようってなるけど、なんかまあアイテムを最終まだ集めないとか。まあでも今はさ、もうボックス作ったから、まだボックスに容量あるから大丈夫。なんかさ、集まりとかだったらさ、そうだけどさ、物めちゃめちゃ貯めてるからさ、めちゃめちゃ思ったけど、まあいろいろさ、なんか集めちゃうからさ、そうなったらな、こっち大変だよな、誰かいる。おいおい、待って、話しかけたい。なんのようだ、ほっといてくれ。ねえ、そんなに嫌われることあるかな。そんなことある、だいぶ嫌いじゃね。なんでなんだろう、あ、誰かいる。おい、おはよう。空気があったかくなってきてるな、ワクワクしてきたぜ。なんで？理由は？どうしてワクワクしてるの？よくわかんねえな、謎だな。いや、別になんかワクワクしてるのが悪いっちゅうわけではないけど、なんで？それは、理由が、知りたい。純粋に。不思議じゃね？って、鍛冶屋ってどこ？この辺じゃなかった？あー、ちょっと違かった。惜しいね。あ、この上にあるやつか。わかった。あ、これじゃねえか。ちょっと若干わかってなかったわ。すいません、失礼します。なんか持ってきた。どれ？ジオード。あ、これか。あった。お願いします。ん？あー、そういうことか。おー。はいなんて読むの？最近仕事がなかなかあってさ、いや、すげえなこいつ、俺が儲かるからって言って、さっきしかも仕事持ってきたじゃねえか。探しに行け？てか、いっぱいあるね。すげえな。アップグレード。あー、やっぱりお金いるんだ。しかもなんかお金だけじゃなくてさ、物必要じゃねえか。大変だな。てか、すごい、どうもゴミ箱。いるいる。いやいや、それはね、まあ、人によって違うだろうけど。あーね、そういう感じで。てか、さっき取ったさ、岩はさ、ここに行きたい。多分さ、右上に行ったらさ、多分さ、鉱石系がさ、取れると思うんだよな。どうやって行くんだろうな。行く場所が情けなんだよな。どうしたお前、普段そんなところにいない。なんか細々がえぐいな。何まったく最悪だ。ただの一つも展示品がないなんて。まあそうだよね。博物館でもあるんだから。そうなったら確かにショックではあるよな。何飛んだわ。何おや、これは何か見つけたのかい見せてくれないかな。何よえ何特に何にも持ってなくね素晴らしい。これは非常に古いものだよ。こういうものを細かく詳しく調べるのが大好きなんだ。あ、売ってあげるよ、じゃあ。頼みたいことがあるんだ。新しい発掘品や鉱物を、鉱物かなどうか寄付してほしい。いや、売ってあげる。話聞いてるかな役に立つアイテムあげられるかもしれない。かもなんだよな。毎回くれっていうか、どうだい考えてみてくれないか。寄付する気になったら見つけたものをここまで持ってきてくれ。めんどくさ。おめえが取りに来いよ。なんでだよ。欲しいんだろ。おめえが来いよ。なぜなんだ。なんか、なんだろう。どこで丁寧とかさ、どこでなんか雑なのかが謎だな。なぜなんだ。博物館へ寄贈する。あー、さっきのこれか。興味あるかな。え、これ何どうしたらいいのえ、これ何手前から順番に置いていけばいいのえ、これ何どうやら寄付できそうなものを一つも持っていないみたいだね。高橋勝てた。けどムカつくなこいつ。宝探し出たらおめえが行けよ。じゃあなんでだよ。行けないんだ。なんなら鉱物の粒が集まってきた岩石。わからん。よくわからん。農作業のヒント。肥料を使えば作物の質を良くしたでしょうね。ミサイルの回数が減るんだ。知らなかった。果物の木はさすワンシーズン。ああね。あーほらやっぱり果物の苗木は隣あるエリアにあるものと、ほら、なんかあるんだよ、こういうのが。そうだよね。あるよな。けどさ、これってさ、覚えられないからさ、ちゃんとさ、なんか、これは、これとかさ、教えてくれんのかな。そういうわけじゃないんだったら、残念ながら記憶力めっちゃ悪いから覚えられないぞ。やばいよな。うわぁ、どうしようかな。2000円集めてさ、カバン買おうとしてたけどさ、思い切ってさ、種とかさ、一気にさ、パーって全部買ってさ、埋めた方がいいのかな、植えるか。そう、ここがな、右上にこう行けたらな、こっちもお宝発見行けるのにな、なんでダメなんだろうな。なんか、やっぱあんのかな、ストーリー的にこうしないといけませんみたいなのが。その辺がな、よくわからないからな。でもたまにある、何日後になったらとか、何かを達成したらとかさ、何かをしたら進めるようになりますみたいな。そっち系なのかな。どっちかわかんないからな。なんか条件満たさないとダメなんだったら、それしないとダメだけど、中身がな、わからないからな。どうしようかな。悩むな。これ上って、どういうあれなんだろう。けどさ、これさ、マップ見る限りだとさ、やっぱり橋直さないといけないよな。そうなったらな、木材がいっぱい欲しいよな。農作物行くしかないよな。ここいっつも鍵かかってんな。どうしてわあ、ここやば。すごいね、葉っぱ欲しくなったらここ来たら間違いないよ。多分そうだね、ほら。やばー。めっちゃすげえ。どうした超取れるじゃん。わあ。ここってさ、クワとかでさ、耕したらさ、物植えられるのかな。すげえな。ああ、誰。今日は服の整理をしようと思ってるの。流行の終わった服を全て捨てて、新しい服を入れられるようにしなきゃ。あ、売るとかじゃないんだ。もうそのままさよならするのか。いや、まあ別にそれはいいんだが、しかし、おじいちゃん。夜の酒場は結構賑わっておるぞ。時々ジュースボックスにコーン入れることもある。週に一度は酒場に行って話題に取り残されないようにしている。待って、うわ、間に合わなかった。くっそー。けど入れてよかった。おいお待って、貴様。どうもこんにちは。元気かい？うん、元気でありがとう。そっちも元気か？大丈夫か？誰？今夜はピエールに夕食を作ってもらうよう頼むかな。誰？ピエールってちょっと顔と名前がな。あら、こんにちは。どうもこんにちは。久しぶりに見たこの人。農作物ならまあオッケー、わかった。あー、やばいやばい。あ、ミックスシードだって、いろんな種を。何が育つね。ごめんなさい、すいません。なんか悪いことしちゃったな、すいません。そんなつもりだったね。ごめんごめん。あー、違う、話しかけようと思った。あー、話しかけてんじゃないかな。じゃあ、あー、でもこっちの人も気になるね。えねえ、おばちゃん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 、待って、こんな小さな町でも図書館があるのはいいことね。本を読みふけっているとすぐ、あ、おー、うわー、急ぎすぎちゃった。まあいいわ。ごめんなさい、夢中になっちゃって。そうなんだ。ここ誰の家なんだろう。結局よくわかんないな。この人の家なのかな。入ってった。あなたのお家でしたか。待って、おばちゃん、今日はクッキーを焼こうと思っているのは春だから花の形がいいかなって。近いうちに作り方を教えてあげるわね。あ、本当ありがとう。いや、てか作り方っていうか、その出来上がったものが欲しい。別に作らなくてもいい、自分で。今は話せんぞ若者よ。好きな番組がやっているからな。え、テレビ右側のやつ遠くね、めっちゃ。その遠距離見てんの、なかなかにすげえな。なんでよくわかんないな。なかなかに不思議なおじいちゃんだ。いや、まあそれはいいんだが、しかしここなんだっけ。ああ、そうか、ここ町長さんの家か。もう全然覚えられない。これいつだったら覚えられるんだろう。下だけどあれだよね、海だもんね。なんか海って下のイメージあるんだよな。なんかある。何、ムール貝ってたーきたー、いいね、ムール貝かー。なんか馴染みがあるというか、聞いたことあるやつだったらよくわかった。うろう。そう、すぐね、手に入るからね。しょぼてかさ、どっちが高いんだろう。いや、俺が何を教えたいかって秘密で、もう早く次の仕方教えてくれよ。びっくりした、取り替え。なんだよ。びっくりするわ。なんだったんだよ。びっくりした。普通に歯になっちゃったよ。焦ったー。うわ、あの橋マジ渡りてえなー。いいなー。あの橋渡れる。おい、そこの金髪、待て。あー、この季節は雲が綺麗だよな。そう思うだろう。まるで青いラズベリーソースをかけたバニラアイスみたいでさ。いや、空腹だからそう見えるだけか。え、青いラズベリーソースって何？相場さ、なんか赤色系じゃね？なんか、難しいけど、青ではなくね？青い色かな？ラズベリーソースだろ。青くなくね？仮に青色にするんだったら別にラズベリーじゃなくてもよくない？青いラズベリーとこの存在するの知らないだけで自分が。どんな感じあんのかな。おじいちゃんすごいめっちゃ見てんじゃん。てか、なんかびっくりマーク出てるし、どうしたの？何？お手伝い募集。赤キノコを取ってきてくれる人を探しています。赤キノコ？赤キノコ？もう受けるだけ受けとけばいいのかな。赤キノコってどこに生えてるんだろう。そもそも自然に生えてんのかな。育ててあげるのかな。どういう系なんだろう、わかんないから何とも言えないな。てか、ハテナめっちゃあるな。なんか行ったとこないところに行けるようになりたいな。けどなー、なんか無理そうだよな、正直な話。裏山とかあったよ。裏山とかに生えてんのかな、ワンちゃん。もうダメだ、わかんねえ。こいつ話しかけたよね。そうだよな。え、ここ上行けねえじゃねえかよ。何、どっから行ったらいいの？やっぱ無理なのかな。なんかそろそろマップを覚えられるようになりたいんだが、いつになったら覚えられるんだろう。なかなかに覚えられないな。これは上はどこ？何系？バスか。バスってさ、けどさ、これさ、行く場所ないもんね、他。右は行けなかった。左って行けんの？無理か。あ、行ける。人行けるんだが。え、ガチ？やった。なんか、行ったことないところに行きたいな。トンネル？暗い場所になんかあるわけではないかな。んじゃこれ。ああ、これ以上先行けないんだ。行き止まりじゃねえか。なんでだよ。通してあげろよ。ガチ行けると思ってちょっと楽しみにしてたのに、楽しみを返せ。ガチか。ダメだな。無理だったね。正直な話、絶対行けると思ってちょっとルンルンしてたのに、こいつ、ダメだ。なんかもうどこが通れてどこが通れないかよくわかんない。これはそうだよね。なんであの謎のさ、ちょっとこういう部分があるんだろう。よくわかんねえな。裏山は森か。じゃ、この自分の牧場の上の部分から行けるってこと？あ、道あんじゃねえかよ。いつから道あったんだろう。あ、ちょ、邪魔だな。すいません。失礼します。そっか。よく考えると、そうか、上行ったことないか。あったっけ？まあいいや。上行ってきます。あ、なんかこのお花欲しかった。うわ、気になった。でも無理だな。なんか咲いてるっぽいな。北のわさび。うわ、まあそれはいいんだが、しかし。どうしようかな。取れるかな。線路。どっから行くんだよ。ねえよ、道が。あ、おじいちゃん。ちょっと最初若干妖精だと思ってた。俺何か用か？ねえねえ、赤キノコ知らない？赤キノコって言うとなんか若干違うキノコ出てくるな。なんかマリオシリーズのわかる。もう頭の中完全にそっちだったわ。赤キノコ、赤キノコ。ここは？あー、誰かいる。待って、話しかけたいな。どこまでが入れるかわかんない。ここだけが入れそうだけどな。失礼します。誰っていうか、こうなったら望遠鏡たくさん星を見ようと思うんだ。勝手に見ろ。待って、今誰か出てった。待って。誰、話しかけたい。おい、待て。昨晩洞窟へこっそり行ったな。カニにひどい切り傷をつけられたな。絶対大丈夫。大丈夫。病院には行ったのか？大丈夫か？牧場運営の調子はどうだい？どうもありがとう。買い物が目当てじゃなくてもいつでも会いに来いのよ。そうなんだ。ありがとう。結構、うさぎ、多分。意外といろいろ咲いてるな。他はなんかいっぱい、こいつ、おめ誰だよ。この人、いいな。誰なんだっけ？無理だな。こっち側からなんか頑張っても無理っぽいな。いや、頑張ったら多分声届くと思うけどね。おーいみたいな喋りかけたら、なんか消えてほしいわ。叫べ、多分声届く。なんか、おーいって言ったらさ、うんってなりそうじゃね？ここさ、いけねえじゃねえかよ。やっぱ橋直さないとダメなのかな。なんか橋直すのが間違いないような気がしてきた。だんだん。さっきの人会いたかったな。まあ厳密に言うと鉱物普通に欲しいだけだけど、鉱山系に行って、やっぱり石系をゲットしてってしたい。うわー、くーっそー。会いたかったねー。無理だけど。マジか。どうやって、まあ、石じゃねえや。300個は、わかるよ。もう、頑張って木をコツコツ集めるしかないからね。うわぁ、マジか。めっちゃ気になるなぁ。いいなぁ。もう頭の中、あの橋で行く。あれ？やばい、ちょっと待って。帰れなくなった。だから、どこ移動しても、だいたいなんか、どっかある。よくわかんなくなってきた。やばいよ。しかも、種のさ、材料も少ないし。やべえよ。どうなってるんだよ。忙しいよ。これどこ？おい、どこだよ、ここ。なんかわかんなくなってきた。どこがどこなんだ、一体。もっと左の方か、自分の家って。下、これ、なんか見たことあるな、この辺。見たことあるけど、入れないのか。オープンって書いてるけど、なんか店なの？なんかあんまり店って、僕はないけどね。個人的な意見で言うと、なんかどういうあれなんだろう。全然わかんねえな。謎。よくわからねえな。まあでもとりあえず、一旦酒場だけ寄って、お家帰ってだな。いらっしゃい。何かどうだい？いや、大丈夫。ちょっと今忙しいから、時間との戦いになってっから、やばいな。こっち12時まで寝ないとダメなんだから。あ、こいつ話しかけられないタイプか。やべ、違う。そういうことじゃなかった。うわ、最悪だ。失礼します。この人は、そうだよ。無理だよね。鍛冶屋さん今日行ったもん。これは、昼はこいつが騙してる。仕方ないんだよ。この人、大丈夫かな？不安なんだが。まあいいや。いや、飲み物はどうだい？いや、大丈夫。どうもありがとう。あまり無茶な農業をしていないわよね。この体の、そういうことか。そっちね。体調の心配じゃなかったか。どうもありがとう。びっくりした。一瞬さ、あれかと思ってた。なんか、体に気をつけて的なさ、優しさかと思ってたら全然違かったね。自然の方の心配だったり、どんなやつだと思われてるんだろう。別にそんな無茶なタイプじゃないけどね。なんかもう HP ギリギリを攻めるみたいなさ、そういうことではなかったけどね。なんかどんな人だと思われてるんだろう。なんか絶妙な気持ちになるな。そんななんかやべえやつに見えんのかな。まあけど大丈夫。これはユノでありユノではないから大丈夫。いやーなんかさ、見た目をさ、このキャラクターの、まあ、超悩んだけどね、もう無理だった。途中で力尽きちゃったもん。うわーなんかな、お金欲しいからな、売りたいけどなー。なんだっけ、種作りたいからなー。やめておこうか。あとなんかまあアイテムね、預けるってなんだ、集めておいたら間違いないもんね。ちょっと邪魔だな。全然動けねえよ。しかも暗いからよく見えないし、やっぱりさ、棚みたいな、棚じゃねえや。ボックスをさ、なんか移動させる方法を、なんとかしないとダメだな。ここまで来るのがめんどくせえ。まあ、一旦アイテム預けて、けど結構物入るな。これ多分3列目までいけるんだもんね。それで言うと、OK だね。行ってきまーす。どこに植えよう。もうこの辺にする？どこがいいんだろうな。てかさ、これさ、なんかいろんなさ、種があるからさ、何の種かわからないからな。もう一旦植えて、植えられた今。全然見えないんだが。暗い。でもお水あげられたもん。あ、やばいやばい。お眠の時間来た。やばいやばい。帰れ。わかったわかった。ごめん。そんなつもりなかった。こっちも。やばい。種大丈夫かな？若干なんか関係ないところにポイってしたんじゃね？心配なんだが。まあもういいよ。寝るしかないから行ってくるから。今日はもう寝ますか？寝る。おやすみ。いや、だってもう寝るしかないもんだって。もうしょうがないよ。こっちだって。やばい。早く寝よう。あ、どうもありがとう。セーブされて。あ、そうか。何にも売らなかったから、あれなんだね。そういう感じなんだね。ちょっと焦ったわ。なんで、何にもないんだろうと思ってた。まあ、一旦キリがいいから、ここで終わって、次は5日の出来事。寝ない、やめて。違う。危なかったね。ミス多すぎた。まあ、次回5日を楽しみます。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします。またねー。